はい、ヤキゲームズです。隠しアチーブメント、肉が沈めば何がいずるの達成方法を紹介したいと思います。豪華な宝箱も取ることができます。まず現地に向かいます。イローフの東にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて北西方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいき、建物の左を通り過ぎたら山の左側を通って飛んでいきます。山の横を通り過ぎると小島があるのが見えてきますので、そちらに向かって近づいていきます。小島の手前、左側に石碑がありますので、そちらに向かっていきます。近くまで来たら石碑に近づいて古い石碑を選びます。石碑を確認したら、右側にある坂を登っていくと光っている場所がありますので、そこで餌をやるを選びます。生肉を投げてみようとなるので、どれでもいいので選んで渡していきます。しばらくするとムービーが入って亀が遠くからやってきます。ムービーが終わるとアチューメントを達成できます。次は亀の上に飛び乗っていきます。亀の上に乗ったら背中の上をしばらくうろうろしていると、触ってみると表示されますので選びます。そうすると亀がゆっくりと動き出しますので、しばらく待ちます。しばらく亀の上に乗って進んでいくと、右側に亀が見えてきますが、亀の上でそのまま待ちます。右側の亀に近づくと宝箱マークが出て、豪華な宝箱が出ていますので取りに行きます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、 TikTok、Twitch、X、ブログ、ホヤラボも見ていただけると嬉しいです。